はい、どうもお世話になります。アムロのガンプラ製作です。機動戦士ガンダムよりマスターグレード100分の1ガンキャノン、2001年の12月発売のキットですね。販売価格は3300円となっています。まあ、大体20年ぐらい昔の、キットということになります。ガンキャノンが発売されたのとほぼ同時期、2001年に発売されたマスターグレードというと、リガー Z、キュベレイ、ファッツ、ゼータプラスなどが挙げられます。ちなみに初代の HG のガンキャノンの発売は1999年ですね。さて比較としてマスターグレードのガンダム、RX78-2 の発売年を振り返りますと、初代ガンダムは1995年の発売、バージョン 1.5 が2000年発売、バージョン過渡期は2002年、バージョンワンヤーウォーが2005年、バージョン 2.0 が2008年、バージョン 3.0 が2013年、という、流れになっていますので、2001年発売のガンキャノンは2000年発売のバージョン 1.5、 2002年発売のバージョン過渡期の間に発売されたということになります。はい、それでは説明書の方にあるガンキャノンの解説を読み上げていきます。 RX77 ガンキャノンは連邦軍が V 作戦に基づいてガンダム、ガンタンクなどと共に開発した中距離支援型モビルスーツである。実質的な開発そのものは前年の RX 計画から始まっており、すでにその時点から近接戦闘や白兵にも対応する万能型の機体と、それを中距離から支援する機体、長距離から援護する機体という機能分化が図られていた。特にモビルスーツ用のビーム兵器も開発途上にあったため、支援機である RX75 および77は主武装として信頼性の高い実体弾が採用されている。またこれら3機種のモビルスーツにはパイロットの生還と稼働データの回収を確実なものとするため、主動力炉とコクピットモジュールが小型戦闘機に変形して脱出するというコアファイター、コアブロックシステムが搭載されており、ホワイトベースを母艦とする戦術研究システムが構想されていたのである。ガンキャノンは主に後方からの支援砲撃や中距離からの狙撃などの任務が想定されていた。そのため、機動性よりも耐弾性を優先した設計が施されており、当時のモビルスーツとしては、破格の走行強度を持っている。無論その走破性や運動性は重力下においても十分実用に耐えるものであり、地対地あるいは地対空戦闘においても存分に威力を発揮している。特に不整地などにおける低姿勢からの砲撃は対向面積が小さいため被弾率も低く、強固な走行とも相まって多大な戦果をもたらした。第13独立部隊、通称ホワイトベース部隊、あるいはニュータイプ部隊とも呼ばれる、においては、主に海士伝と隼人小林によって運用された。アムロレイヤ、セイラマス、リューホセイラも何度か運用しているが、特にジャブロー攻略戦以降は、それぞれのポジションがほぼ確定しており、108には海が、109には隼人が専任パイロットとして登場していた。 RX77 ガンキャノンは連邦軍における初めての直立歩行型の RX モビルスーツであるとされている。設計当初から RX78 との連携が想定されており、中距離支援を主目的としていた。また RX75 と比較して総合的なジェネレーター出力が向上したため、ビームライフルのドライブが可能となった。ただし走行圧やキャノン砲の搭載などによって高度な運動性の獲得が期待できなかったため、本格的な近接戦闘用の武装であるビームサーベルの運用は見送られている。ただし東部バルカン砲やビームライフルなどは
近接戦闘時にも有効であった。また撤退行動や拠点攻略用としてハンドグレネードも装備されている。 RX77 は初期試作型のほか先行型仕様として6機が生産された。型式番号は初期試作型が RX77-1、 先行型使用機が RX77-2 であるとされる。6機の先行使用型のうち3機がサイド7においてトライアルを行っていたが、宇宙世紀79年9月18日広告軍特務部隊による攻撃で1機を残して破壊された。この機体は使用可能なパーツ群とともにホワイトベースに搬入され、1年戦争終結まで運用された。ちなみに、ジャブロー起工時にホワイトベースで運用されていた機体は、すべて改修を受けており、並行してコアファイターもすべてリナンバーが施されている。初期仕様の機体は、001から004であり、003はオデッサ戦において失われている。ジャブロー起工以降、機体ナンバーはすべて更新され、追加配備された新規の機体から005から009が振り分けられたようだ。005および006は支援用の機体とされ、008および009は2機のガンキャノン、108、109用のコクピットとして運用された。順当に考えればガンダム用のコアファイターは007だとするのが妥当かと思われるが、実際の機体番号が078であったとする資料もあり、詳細は不明である。はい、ということですね。では続いてガンキャノンの各部位の解説が掲載されていますので、そちらを読み上げていきます。まずはヘッドユニット。ガンキャノンの頭部は機体制御と同時に下機管制を行う必要があるパイロットの負担を軽減するための子プロセッサーフレームなどが搭載されており、ゴーグル内には複数のセンサー類が内装されている。この機体の下機管制は基本的に頭部のセンサー群と子プロセッサーシステムによって処理されているが、肩部の下機ターレットはこのセンサーからのデータを取り入れ、パイロットの制御とはある程度独立した自動追尾およびロックオンが可能である。そのため、いわゆるパイロットの視点を確保するためのモノセンサーを取り囲むような形で各種のデバイスが配置されている。また、マスク部分にはレーザーや電磁波センサーが組み込まれ、襟の部分には全周波数対応のセンサーが内装されている。ただし、仕様は逐次更新されており、時期によってそれぞれの配置はかなり異なるようだ。はい、ということですね。では続いて、ボディユニット。RX77 の A パーツ、かっこ上半身は、この機体の特性が集約された部位でもある。その構造のほとんどは、コアブロックのドッキング機構とキャノン砲の機関部およびスラスター基部によって構成されている。ガンキャノンのボディユニットは砲撃戦に特化されたモビルスーツとしての構造を持っている。胸部構造は内部溶石のほとんどがキャノン砲のためのものとなっており、砲弾と作薬の供給装置によって占められている。そのため腕部の可動構造のほとんどは肩部自体に内装されており、ボディ側の構造は基部のスイング機構程度で、ショルダーアーマー自体も特殊な形状となっている。これは RX75 や後の機体にもいくつか見られる構造であり、走行圧との兼ね合いなどから採用する機体も多い。砲身の周囲には強制冷却用の水冷ジャケットが装備され、ザクマシンガンに匹敵する連射能力の獲得に成功している。ちなみにマニピュレーターは
ガンダムに装備されているものと機能的にはほぼ同等だが、レスポンスよりはトルクを優先した調整が施されている。はい、ということですね。では続いてレッグユニット、モビルスーツの脚部は重力下においては機体の戦闘能力を輸送稼働させる最重要ユニットである。ガンキャノンは重装備であるため機動性が低く、そのウィークポイントを重装甲という防御能力の向上により対処している。ガンキャノンの脚部に求められたのはモビルスーツの兵器としての検証と今後の戦闘に有効な兵装の確認であった。モビルスーツは当時の MBT に代替可能な兵器なのか、あるいは陸戦兵器として歩行することがメリットかなどの検証がガンタンクとの比較によって行われたのである。実際にはコストや調達などを含む運用によっては通常の戦闘車両なども依然として陸戦には有用であることが明らかとなった。ただしガンキャノン自体兵器としては新たなカテゴリーに属する機体であり、設営撤去が簡便な砲台に過ぎないガンタンクとはおのずと傭兵が異なることは明らかだったため、モビルスーツの有効性が強く確認されることとなったのである。ことに拠点攻略においてはガンキャノンの走破性と手榴弾などを併用しての防衛線突破能力は破格のものであり、その威力は空間戦闘にも遺憾なく発揮され、オプションの傾向に脚部を活用する手法も確立された。さらに関節部に直撃を受けない限りその機動力をほとんど喪失せず戦闘を継続することが可能であったことは後のモビルスーツ開発においても大いに参考とされている。はい、ということですね。では続いてコアファイターです。コアファイターはコクピットと教育型コンピューターなどが内装された小型戦闘機で、非常時には脱出ポットとしても機能する RX-77 の核となるモジュールである。連邦軍によるモビルスーツ開発で最も重要視されたのは実戦によるデータ収集と機体稼働及び運用ソフトの適正化だった。コアファイターに搭載された教育型コンピューターはパイロットの負担を極力軽減することを目的とし、新たな敵や環境に適応する能力を持つ。そして戦闘データは逐次更新され、最も適切な対処法を自ら構築していくことができる。当然このシステムはコストが高く、戦闘を体験したシステムとパイロットの回収は最優先要項だった。また小型戦闘機としても標準的な対空、対地、空間戦闘能力を持つ非常に高密度なモジュールである。ホワイトベース部隊においてはタイプの異なる複数のモビルスーツが並行して運用されたため、同部隊のコアファイター各機が搭載するコンピューターは破格の効率でモビルスーツの運用及び戦闘に関するノウハウを経験または学習し蓄積することが可能となったのである。はい、ということですね。では続いて武装類です。ガンキャノンの兵装はガンダムの支援を想定しており、連邦軍にとって未知の兵器であるモビルスーツの運用法を模索する目的もあった。そのため信頼性の高い実体弾装備が多く、加えて各種の武装には当時の最先端技術が持ち込まれている。240mm キャノン砲、削薬によって実体弾を射出する低反動砲、火器としては信頼性の高い兵装、射程が長い上にビーム兵器のように大気によって威力が減衰することもなく、重力下では弾道砲撃も可能であり、実戦においても非常に効果的な兵装であった。装弾数は2門合計で40発前後、スプレーミサイルランチャー、
オプション兵装であるスプレーミサイルランチャーは、砲撃というよりは弾幕の展開に有効であると考えられていたが、ミノフスキー粒子散布下では実用的な命中精度を確保することができなかったため、ホワイトベース部隊ではほとんど使用されていない。12連装ロケット弾ポッドとも呼称される。ビームライフル。ガンキャノンはガンダムの XBR-M タイプとは別設計の XBR-L タイプのデバイスを装備している。 L タイプは M タイプよりも取り回しが高かったものの、照準の精度や射程などが改善され、より狙撃に特化された機能を持っている。ハンドグレネード、いわゆる手榴弾。ランチャーは使わず、マニピュレーターによって投擲する。拠点攻略時の施設破壊などに有効。はい、ということですね。さて、武装類以外の付属品として、パイロットフィギュアはコクピット用とスタンドタイプのものが付属しています。ハンドパーツは握り拳と平手が左右付属しています。握り拳は指の付け根が稼働して、武器の持ち手を兼ねています。平手は手首部分が稼働して、うつ伏せの攻撃姿勢の際、体をね支えることができます。はい、稼働はご覧の通りですね。まあそこそこ問題なく動かすことはできますが、肘が、90度ほどしか曲がらず、腰の回転もさほど広くなく、股関節は横方向の開脚にやや難があり、まあ年代が年代なのでやむを得ないですが、少し物足りない印象はあります。まあそうは言っても立ち姿はね比較的綺麗に決まると思います。はい、特徴的な部分としては、うつ伏せの砲撃姿勢を取らせるため首を大きく持ち上げることが可能です。コクピットハッチの開閉が可能となっています。はい、合わせ目ですね。頭部、肘関節、バックパック。武装類ではキャノン砲、ミサイルランチャー、ビームライフル。はい、そしてコアファイターにも合わせ目が入ります。はい、ということで以上、マスターグレード100分の1ガンキャノンの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。